はい、こちらですね、眉山のふもとにある産八幡です。この狛犬が2体いるんですけど、なんかね、目のところになんかはめ込まれてて、なんなんですかね、これ石じゃない、なんかね、錆びってるっぽいから、なんか人工物が入ってたっぽいですね。なんなんだろう、光ったんかな、夜光るとかかな。じゃあね、行ってみたいと思います。で、ここの灯籠もやっぱりね、これ多いよな、徳島。この帽子みたいなやつ、しかもバランスがすごい、ね、よう倒れへんなと。そしてめちゃくちゃ急な階段、すごいなこれ。こんな感じでね、産八幡と言います。で、御祭神はもちろんね、応神天皇というか八幡神なんですけど、一説によると応神天皇、まあ、神宮皇后のお子さんですけど、神宮皇后が産んだ場所っていうのは、まあ福岡県にあるんですけど、海八幡っていう、そこじゃなくて、実はもうこれもまた徳島かって感じですけど、実は阿波で生まれてて、ここが生まれた場所なんじゃないかっていう話があるそうです。信じるか信じないかは皆さん次第ですけど、確かにね、でも徳島にはね、王神町っていう町があって、王神天皇ゆかりの神社が結構ねあるので、それを巡ってみるのも面白いなっていう気もしますけれどもね。王神天皇の足跡を追う阿波旅みたいなね。めっちゃしんどい、もう日が暮れる、これはきついわ。はい、なんか神社はそんなに大きくないんですけどね、お参りしましょうか。はい、神社のね、前の灯籠はなぜか片っぽしかないですね。で、境内車はもうこれぐらいかな、めっちゃ神々しいですけど。おお、なんかこっちが本体っぽいけど、フクロウのなんか置物が置いてある。こういう石のなんかね、祠みたいなのが結構徳島多いみたいで、このマークは何でしょうかね、神代文字でしょうか、なんかのマークかな。あ、西日を浴びて神々しい。はい、こちらがね、応神天皇が生まれたという伝説が残りますね、産八幡宮でございました。眉山のふもとなのでね、眉山に観光に来られた方は来てみてはいかがでしょうか。はい、産八幡からね、少し歩いたところにあるのが、こちらもね、眉山のふもとにある八幡宮で、椎の宮八幡神社という神社です。で、目の前にね、心吉神社っていう医薬の神様、最近なんか話題の神社があるんですけど、なんかね、ちょっと思ってた神社と違いましたね。保育園みたいな。ちょっと撮影しにくいんでね、やめておきます。でも最近話題だそうですよ。名前がね、心吉ってなんかいい名前ですけど、ちょっとなんか私は苦手な感じの神社ですね。はい、でこちらがね、鷹の葉のこの大きな家紋というか神紋、すごいなこれ、でっか。で、ここの神社はなんか阿波の狸合戦の舞台の狸の祠があるとかって書いてたけど、御祭神が本田和家、御神天皇本田和家の御事とこの花桜姫って書いてました。珍しい組み合わせ。
で、またこの、見て、またこれ、この灯籠、何なんすかね、これほんま。ねえ、この帽子みたいな、これすごいな。これなんていう種類の灯籠なんかな、泡灯籠。めっちゃ立派やな。で、またここも階段が多い。なんかすごいおしゃれな狛犬やね。おしゃれな前掛けしてます。で、宇部八幡と同じで、この階段がやっぱりあの離山の斜面に立ってるから階段がしんどい。眉山には大山積の命を祀っている大山積神社があるので、その関係でこの花咲くや姫なのかなっていう気もしますね。ここはなんかさっきよりも立派っていうか、でも景色がいい。一本道すごいね。景色のいい休憩所もある。まだ続くのか。石垣がやっぱり多いですね、徳島のこの神社仏閣は。すごいな、この積み方がすごい。あ、車でここまで上がれるんか。で、社務所。すごい。めっちゃ潤ってる、なんか。みずみずしい竜の手水。目に優しい、なんか視力良くなりそう。ちょっとね、境内車がいくつかありますけど、まずお参りしましょう。はい、こちらのね、あの拝殿でちょっとびっくりしたのが、この上に天狗の大きなお面、あっちにも八幡神に天狗ってあんまりイメージないですけどね。サルタヒコとかならわかるけど、なんで天狗。で、こっち中島神社っていう神社で、でね、この上から見るのもめっちゃ景色いい。で、ちょっと面白いのがこの三体三体っていう狛犬も変わってるんですけど、もしもーしって感じもしもーし、ちょっとどこ向いてるんですかって感じ。なんて言ったらだけ向こう向いてんのめっちゃおかしくない、これ。こっちはちゃんと前向いてんのに、こっち一体だけ向こう向いてるんやけどちょっとどうしてシャイなんですかね。めっちゃ興味あるわ、これ。気になるな。で、この三体三体の狛犬もなかなか面白いんですけど、こっちの新旧車っていうか新目車、新目も2匹いて、ちゃんと白と黒なんですけど、白い方は立ってるんですけど、黒い方はなんかもう生きてるかのように餌をついばんでるっていうか、ついばんでるのかうつむいてるのか分からんけど、下向いてるめっちゃリアル。すごい芸が細かい、芸が細かいですね、なんかここの神社で、こっちがね、お稲荷さん、ちょっと行ってみましょうか。
で、ここもちょっと気になって、まあ、鳥居がやたらスリムっていうのもあれなんですけど、こっちお稲荷さんで天神社で異王社神明社ってあるんですけど、なんか向きこっち向きこっち向き向こう向きかって感じで、 なんでここだけこんなこんな向きなんやろうと思って。で、あの阿波たぬき合戦の祠っていうのがどこにあんのかなと思ったら、この奥にねありました。なんかちっちゃい祠がいっぱいあるんですけど、この奥にねなんか看板が立ってて、松広大明神とか、土下大明神。もうこのね、あの阿波たぬき合戦のストーリーわからないんで、よくわからないんですけど、そこに出てくるたぬきを祀っているっていうことなんでしょうかね。なかなか面白いですよね。サロタヒコ、ほんまちっちゃい祠なんですけどね。で、一番奥に来るとタヌキがいるよと。はい、ちょっと戻りましょうか。足場が結構悪いので注意してください。いや、でもほんま石垣が多いな、徳島は。眉山でもなんか青石取れるってさっき地元の人が言ってましたね。吉野川でも取れるけど眉山でも取れるっていう話がね、あの散歩中のおじさんに教えてもらいました。ということで、こちらが椎の宮ね、八幡宮。景色いいんでちょっと登るの大変ですけど、ぜひともね産八幡と合わせてお回りいただければと思います。あの振り向いてるっていうか、そっぽ向いてる狛犬ね